日々マハは日本の女子プロテニス選手。大阪府豊中市出身。WTA ランキング自己最高位はシングルス166位。グラムスリー所属。大阪府豊中市で生まれるが2歳の時に父親の仕事の関係でアメリカ合衆国カリフォルニア州に移住する。7歳でテニスを始める。10歳より1983年ウィンブルドン選手権。 男子シングルス準優勝者のクリス・ルイスの指導を受ける。2013年全米オープン女子、ジュニアシングルスでベスト4に進出し、同年にプロに転校する。2013年全米オープンから4大大会の予選に挑戦を始める。2015年全米オープンで予選を突破し初、出場した。1回戦で、サラ・エラニに0から6、1から6で完敗した。 W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、 S, S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。WTA ランキングヒストリー、グラムープロテニスプレイヤー育成プロジェクト日々、マハ選手。ありがとうございます。